増田先生、よろしくお願いいたします。はい。さて、アメリカ主導のインド太平洋地域の新たな経済枠組み IPEF が、動き出すということになりましたけれども、そんな中アメリカで日本も参加しますという発表があったということなんですが、先生、これはどういったことなんでしょう。よろしくお願いします。そうですね、まあ、これはいつものことなんですけども、アメリカの方で先にこの日本がですね、これに参加するということを発表してですね、それから日本の方が慌ててですね、それを認めるというようなことなんですが、まあ、これいろいろですね、外交上のことですから事前にいろいろ打ち合わせをしてですね、この件についてはアメリカが発表して、それからあと日本が発表するとか、まあ、いろいろなことがあるんですが、この件はですね、アメリカの方がこのいきなり発表して日本が慌てたという一つのケースですね。で、問題はですね、この IPEF というんですが、まあ、インド太平洋地域の新しい経済枠組みですね、これをまあアメリカが決めてですね、そして日本にまあ参加を求めると、もうアメリカの方から先にですね、日本は参加するなんていうことをですね、まあ言ってるわけで、まあ日本も一応主権国ということになってるんですけども、まあ、うるさいことを言えばですね、日本の主権を無視したアメリカのやり方と言っても、まあ、過言ではないと思うんですが、まあ、一時が万事なんですね。日本にはですね、現在こういう経済、地域経済のですね、枠組みいろいろありまして、日本が主導的な立場でやってる TPP、 皆さんよく聞いたことがあると思うんですが、 TPP というのがありまして、これは確かもうずいぶん前なんですけども、日本も批准してまして、これにはですね、アメリカが参加してたんですね。まあ、アメリカが参加してというか、もともとそのアメリカから話が出た話、いきさつがありまして、環太平洋、戦略的経済協定というんですね、まあ、長々とした名前なんですけども、これがまあ俗に言う TPP ですね。で、これはまあアメリカがトランプ大統領の時にいきなりですね、脱退してしまったんですね。したがって、あと日本が主導しているということ、まあ、これに日本がですね参加しているというか主導しているわけなんですね。それからこれはまあ2020年に合意したことなんですけども、俗に言うですね、リセップって言いまして、 RCEPT っていうのがありましてね、これはまあリージョナルコンプリヘンシブエコノミックパートナーシップという名前がついてるんですが、その頭文字を取って RCEPT と、まあ、レセップというふうに呼ばれてるんですが、これは2020年、各国が、これはまあアジア太平洋ASEAN諸国がまあ中心なんですが、これがまあ合意が成立しているわけですね。で、これはまあ日本と中国がまあ大体主導するということになっているわけなんですが、まあ、これも一種の自由貿易協定なんですね。ですから、まあ日本は TPP、 それからこのレセップということで主導的な立場にあるわけなんですよ。で、TPP をトランプ大統領の時アメリカが抜けたというのはですね、簡単な話で、アメリカの負担が多いと。やっぱりこういう協定っていうのはみんなそれぞれですね、まあ犠牲というかそれぞれ負担をしてですね、そしてみんなで仲良く文句なくですね、多少の我慢はお互いにして、そしてこうやっていこうという、これが協定なんですね。ところがですね、トランプ大統領はアメリカファーストですから、
アメリカ第一で、アメリカが犠牲を被るようなことは一切しないということ、そしてバイデン政権もその精神は引き継いでいるわけですね。ですからバイデン政権になってもこの TPP に復帰するってことはないと、もうはっきりバイデン大統領言ってるわけで、復帰しないんですね。復帰するという場合はですね、アメリカのみが有利であって他が犠牲を被るというものであるならば復帰するわけなんですよ。ということで、今度アメリカ主導のインド太平洋地域の経済フォーラム、これはもうアメリカのみ有利になる枠組みなんですよ。でこれに入るとですね、これに入ってその合意を守るということになると、今度は日本は TPP とかですね、レセップに加盟して、そして日本が主導的な立場にあるわけですから、これがですね実行できなくなる。つまりアメリカの方の枠組みに従えばですね、今まで何年もかかって努力をしてやってきたアジア太平洋の経済の枠組みというのがですね、日本は守れなくなってしまうということなんですよ。だからそう簡単にですね、この IPEF にですね参加する、加盟するという、そんな判断は簡単にできるものじゃないわけなんですよ。日本ではまだそんなこと、つまりアメリカの提案なんですが、それすら検討すらしてないんですよ。ところがですね、アメリカの方の、まあ、日本でいう、外務大臣にあたるブリンケンさんという国務長官、日本が参加すると、こういうことを先に言ってくるわけですね。さらにですね、ひどいのは NATO、 ご存じの通り北大西洋条約機構 NATO というのがありまして、今ウクライナ戦争ですから、NATO の方もですね、軍事予算を増強して、そしてウクライナを支援するということを今実行しているわけなんですが、したがって NATO の方のですね、軍事予算いくらあっても足らないという、こういう状況にあるわけなんですよ。でそうするとですね、またブリンケンさんがですね、岸田総理は今度確か6月の末あたりだったと思いますが、6月過ぎにですね、NATO の、その総会が開かれるわけなんですよ。でそこへですね、日本から岸田総理が参加するなんてですね、ことを向こうから先に発表してくるわけですよ。岸田総理はそんなことはですね、一言も日本でもどこでも言ってないんですが、先にアメリカの方向で発表すると。なんでじゃあ、その日本はアジアですからね、日本には日米安全保障条約というですね、保障条約があるわけですよ。で北大西洋条約、北大西洋条約機構っていうのは、これは NATO と言いますが、これはですね、ヨーロッパの安全保障機構なんですよ。そこになんで日本のその岸田総理がですね、わざわざ参加しなきゃいけないのかということなんですが、これもですね、アメリカの方から日本が参加するとこう発表になるわけですよ。そうすると日本の方は慌ててるわけですね。読売新聞でしたか、産経新聞、日経でしたか、なんか発表してですね、ちょっと驚きの状態が起きてるわけなんですが、こういうふうにですね、じゃあなんで日本がですね、わざわざヨーロッパの安全保障機構に参加しなきゃいけないのかって言うまでもなく、お金が欲しいからです。お金を払えということなんですよ。もうお金がいくらあっても足らないという状況ですから、そこにですね、日本が参加すればどういう義務を負わされるかということはもう今から分かってるわけですよ。ですからこれは日本にとって大変なことですから、そんな日本から進んで参加するなんてことはありえないし、日本の安全は日米安全保障条約から、日本は欧州じゃないんですから、ヨーロッパじゃないんですから、ヨーロッパの安全保障機構の NATO の会議にわざわざ日本が参加してですね、どうのこうのという話じゃないんですよ。まあ、しかしながらこれもですね、アメリカの方から発表する。そうすると岸田さんが、はい、私も参加しますと、こうなるわけですね。これでもう皆さんお分かりの通りですね、日本は本当に主権がないんですね。悪い厳しい言葉を使うと、日本はアメリカの属国だという人もたくさんいますが、まあ属国という言葉はあまりいい言葉じゃないかもしれませんけども、性格はよく表してますね。
本質をきちっと表している言葉だと思いますね。属国という言葉は良くないですよ。しかしながら日米関係の本質を見事に表しているということが言えると思いますね。まあ今日このアメリカの方から発表になったんでお話ししましたけども、これ一事が万事なんですよ。もうすべてと言っていいですね。まあ日銀の話もこの前この時間でしましたけども、なんで日本だけ金融緩和をしなきゃいけない、なんで日本だけ、円安を容認しなきゃいけない、日本から金がアメリカに流れるようにしなきゃいけないからですよ。それを FRB が望んでるからですよ。それをですね、ありもしない理由をつけてですね、円安を容認するような発言を日銀の総裁がせざるを得ないという日本の立場、私は黒田総裁に同情していると申し上げましたけれども、皆さんもよくですね、日本とアメリカとの関係は、日本はこの従属する関係にあって、これから一歩も外へ出ることはできない、ね、従属国であると。で、主権国家になりたい人は憲法を改正すればいいし、今で結構幸せだっていうなら今のままでいいんではないんでしょうか、というように私は思っておりますが、皆様いかがでございましょうか。はい、増田先生どうもありがとうございました。この番組では増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の逆手で勝つ日本復興のためにでした。